格闘技の立ち技状態において相手の体に抱きついたり体の一部を掴んで相手の動きや攻撃を止める技術ボクシングにおけるクリンチは相手の連打から逃げる場合や体力回復を図る目的で使われるこれは反則行為ではないが試合の見栄えが悪くなったり観客にとって試合を退屈なものに変えてしまうとされこれを対応するとリフェリーから注意を受けたり 消極的姿勢と判断され減点されることがある。また、これを多用したり、相手の腕を脇で固定する行為をすると、ホールディングの反則を取られることがある。しかし、ホールディングとは違い窮地に陥った時に、クリンチワークは正当なディフェンス技術となるのも事実である。主なクリンチワークに、肩口から二の腕にグローブをスライドさせて、抑え込んだり、片手で腕を抑えながら、 もう一方の手を脇に差し込むなどする基本的な2種類のセーフティクリンチ、開いたグローブで相手の腕を押さえるグラビング、開いたグローブで上腕を押さえるビセップスクリンチ、ボディに両腕を巻きつけるアームエンサークルメント、相手の腕を貫抜き状態に決め、相手の腕関節や骨を破壊しつつ休むダブルロックなどがある。ムエタイ式クリンチムエタイでは、クリンチ状態から頭、首を制して、 肘打ちや膝蹴りを放つ技術が発達している。これを首相撲という。なお、一見すると膠着状態に見えるため、K1 やライズなどの格闘技工業ではこれを禁止、または制限しているが、ノックアウトではレフェリーによる静止の指示に従っている限りは認められている。レスリングにおける、クリンチレスリング、プロレス、クラップリングなどの競技でのクリンチでは、 単に相手に組み付いている状態を指す。この状態から有利な組手に移行しスープレックスなどの投げ技や、レッグダイブによるテイクダウンにつなげ、グラウンドでの攻防に移行する。ありがとうございます。